わらび塾、わらび塾、わらび宿は、日本の近世にあたる江戸時代に整備され、栄えていた、宿場町。中仙道69時のうち江戸、日本橋から数えて2番目の宿場、武蔵国のうち、第2の宿。所在地は、江戸期には、東海道武蔵国足立郡わらび号、城わらび村、及び、下わらび村と、小、わらび市歴史も参照。 現在の埼玉県わらび市中央五丁目から西木町五丁目までが、この地域にあたる。文献上、地名、わらびの書室は、官能3年、1352年6月29日に、表された、渋川直より譲り上移し、河和屋文書に見える、武蔵国わらび号上下である。地名の由来については、諸説あり、わら,びわらから、美説と、 わらび説に大別される。わらび説では、源の義経が立ち上る煙を見て、わらび村と名付けた、ありわらの成平がわらを焚いて、もてなしを受けたことから、わらびと命名した、などと言われる。わらび説には、近隣の戸田里や川口里にも見られる、青木、ささめ、美女木などといった、植物由来一名と同様、 わらびが多く自生する地であったことに基づく命名と、するの、そう、じっちんの歌。武蔵野の草場に勝るさわらび、さわらびを、み、下に、紫らのゴミかとゾミルを持って、わらびとしたと見るもの、などがある、わらびし歴史も参照。平安時代末期に、金子家忠の一族が、方言の乱、百五十六年や平治の乱、百五十九年、を落ち延びて、わらび本尊。 ホッケ田、ホッケ田、玄、西木町五丁目付近に住みつき、わらび里の開発に着手したと伝えられる。戦国時代には、わらび城、足利市一族、渋川市の居城があり、市も開かれていたため、宿場として成立する基礎があった。わらび塾は、慶長十一年、1606年頃から、元奈年間、1615年から1624年、 元わらび、県埼玉県と田市から、現在地に移されたとされる。わらび塾の成立時期については、江戸時代初期の慶長17年、1612年、取る説が有力で、在地有力者の岡田氏が本人を務めた。道中奉行による、天保14年、1843年の調べで、四町から、なる町並み10町、約 1.1km。 宿内人口2223人、うち、男1138人、女1085人。宿内屋数430件、うち、本陣2件、脇本陣1件、旗子、旗子二十23件。といえば一箇所、考察場一箇所であった。通常客が利用する平らはたは、問題なかったが、わらび塾のいい森旗子及び、いい森所、飯もりから、 女は強引な客引きがひどく、旅人は難儀したという。そのため、江戸末期には、旅人が安心して泊まれるよう、平畑子の公と呼ばれる旅館組合が組織されていた。なお、戸田の私、公術の川止めに備えて、東隣の塚越村にも本陣が置かれ、二の本陣、あるいは東の本陣と呼ばれた。江戸の昔、 わらび塾の周りには、溶水と防備を兼ねた、構え堀が巡らされていた。この堀に面した家々には小さな跳ね橋が、設けられていて、早朝下ろされ、夕刻になると一斉に跳ね上げられた。宿場の出入り口である、上下の木戸も、同じ時刻に閉じられるので、夜のわらび塾は隔絶された、小さな空間となっていた。 羽橋は北町の一角に一つのみであるが、今日まで残されている、徳丸家の羽橋。このように防火に怠りなかったがしかし、わらび塾はしばしば大化に見舞われている。それでも古民家などが多数健在で、かつての面影を伝える町並みを残している。今日では、荒川の一部となっている、わらび付近の流域は、当時、戸田川と呼ばれていて、渡し船による往来があった。 浮世絵師経済栄泉が、わらび宿の風景として選んだのは、この、戸田の私であり、右上の画像を参照、江戸方から、板橋宿、志村の一律家を過ぎた中仙道はここを越えなければ、わらび宿にたどり着かない。戸田川は、平水時、その川幅は五十五間、約百メートル程度であったが、一び大水が出ると一里、約四キロメートルにも広がって、 私は、不可能になった。そのような時は当然ながら、平時でも遊国以降は危険とみなされ、川止めされていた。となれば、上方から江戸へ下る旅人は、私場の一歩手前にあるわらび塾に投入せざるを得ない。そうして、翌朝早くに出発する客が多かった。また、私で挙げられる物資の中継地としても、戸田の私は重要な位置を占めていて、 わらび塾と切っても切れないつながりを持つ要衝であった。天保十三年、1842年調べの中仙道と田戸仙城備最所上町には、総屋数46件、人口220人余り、うち、仙道8人、小上げ人足31人、渡し船数13艘、うち、馬船、馬を運ぶ船3艘、平田船1艘、天馬船1艘、 昇天馬船発送とある山勤交代などで大通行となる時には近隣の笠雨村や沖間村から馬船を探す船として挑発していた。渡し船の権利は北岸の加戸田村が握っていたが、その権利をめぐって蕨塾との間で争うこともあったという。江戸時代の人々の水運と旅の安全を守ってきた小さな水人社一つを名残とし、戸田の渡し石踏みと 大きな案内板が置かれている渡し場跡は、現在の荒川にかかっている戸田橋のおよそ百メートル下流に暮らいしている。わらび塾界隈を越えて上方へ向かうとこの先、しばらくはうなぎを食えせる店がなくなってしまうため、ここで食べていく客が多く、次の浦和塾と共に、うなぎで有名な宿場町となっていた。出されていたのは、別所沼、現、埼玉市内産である。また、 江戸末期には、わらび里を含む、周辺一帯はまた、木綿製品の生産が盛んとなる。特に、わらび号、わらび塾は綿織物、双子織の中心的生産地として、なお知られるようになり、職人の作業着に用いられる、武州藍染めは、自然に入った浅木色の縦縞模様から、青島と呼ばれる名物となった。当時、全国から織物の貝継衣装が集まったという、 日本橋から四里、約1 5 7トルの地点にあたる戸田村に、道中四つ目の一律下があった。現存せず、日本橋から五里、約1 9 6トル、辻村にあった道中五つ目の一律下。当時この辺りは、湿地が多く、通行に難があったため、水難余けに、弁祭展が祀られていた。現在は、辻はじめ里塚公園として整備され、 その一角に、辻はじめ里塚の跡と刻まれた石碑と弁祭店の、祠がある。所在地、旧、中線道及び、国道17号線と東京外環自動車道の、交差する、支店近く、埼玉市南区辻7丁目 4? 江戸型から上方へ、おおよそ、道なりに記す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。